はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回は信長の野望大使バーブギット上杉家前田刑事物語続けていきましょう。で、前回までですね、伊達家攻略中というところで残された伊達の拠点2つ、岩出山城と丹沢城あるんですが、今回はですね、この2つなんとかね取って伊達を滅ぼしてしまいたいなというふうに思っています。というのもですね、実は名優佐竹、その水戸城が忠勝率いる徳川軍1万6000に包囲されているという状態で、実はですねこれ本当に2度3度と水戸城の救援に1万の軍勢を集めて向かったんですけども、すでに水戸城に着陣した忠勝1万6000に1万で挑んでも勝ち目がないというのがよく分かりました。なのでできるだけ早く伊達を倒して、残された佐竹の拠点太田城、これだけは救ってあげたいというふうに思っています。では時間を進めていきます。では挙兵していきます。兵糧切れを起こすとは言われてもだ、こちらも引くに引けない状態なので、まあ兵糧は金で買いましょう。で、一旦政宗は兵を引いたので、こちらも兵を引いて、寺池城にはこの後武将を配置します。報告いたします。なんとか佐竹が持ちこたえてくれればいいんですけどね、ちょっと苦しいかなという印象があります。で、新規補作は証券支援ですね、無資源証券成長中が、提案されています。で、まあ、重点方針は変わらず農業軍事、この2つになりますので、ご覧のメンバーでいきましょう。やっぱり金継ぐだよね。それにまあ前田刑事物語なので刑事というところのメンバーを入れて、で、今回は目標としている農地拡張の2のための前段階、1が入れられるので1を入れます。で、あとは城攻めの極意を入れちゃいましょう。以上ですかね。ご命令を。で、もう忘れないうちに兵糧を買いましょう。取引を行いましょう。で、兵糧を買った金を使って、もうここは急ぎなので、さらに攻略部隊を進めましょう。丹沢城に金つく。舞台としては理不尽、相馬中村、さらに、おっと、ちょっと待ってくださいね。舞台としては、本庄。こんだけ自動で選ばれちゃうの？ちょっと待ってね。理不尽から出したいよ。中村城も出したい。えい、この軍勢で行こう。決戦にはならないと踏んで、これで攻める。いや、無理だわ。3100も武兵がいるんだったら、もうちょっと増やさないと話にならないで。こんだけ出すの？ 1 万も出すの？足りる？兵糧。兵糧が足りないよね。
しょうがない。どうしても早く終わらせたいので出陣しよう。出陣するぞ。兵糧が足りるか心配だけど。そしたら目標を変える。岩出山に変えよう。で、政宗との決戦に及ぶ。報告いたします。先月の収支です。ご命令を。で、もう兵糧をね、もう淡々と金を使って買っていく。で、ここは佐竹軍5900が3倍の兵力、忠勝に挑むという水戸城の戦いです。まあ、佐竹がなんとかね、こらえてくれればというところなんですけどね。岩出山城は城外決戦になってくれると嬉しいな。まあ、ただしここは、大伊勢になるね。30日分ね、こちらも兵糧を確保しなきゃいけないわけだな。敵も30日で兵糧が尽きる。どっちの兵糧が先に尽きるかという話ですね。果たせぬか。何？ここで秋の収穫か。やられたな。これ、伊達も兵糧が入ったということを意味しますよね、きっと。報告いたします。先月の収支です。やってくれる。で、農業はね、もう完全に委任済みなので、開発だけ入れていきましょう。継続発展です。まあ、牧場、あとは、まあそんなもんかな。できればね、ずっとお話してるように、欲しい施設は、兵糧が、直に増える施設が欲しいんですが、なかなかないので。かしこまりました。あとは、貯水。貯水もちょっと、と見当たらないかなとなると宿場町金を手に入れて金で米を買う。かしこまった。かしこまりました。こんなところですかね。では決定していきましょう。でお金は大事なのでもちろんいざという時の兵糧の買い足しにもなりますしね。我に続け。伊達軍の兵糧はもう尽きるな。よし、兵糧攻めで落とした。防衛中は米の収穫もないんだね。これはごめんなさい、僕の確認不足でした。じゃあ残された丹沢城、これの攻略を行いましょう。兵糧攻めいいね。ただ丹沢城は兵糧攻めにはならないでしょう。おっと、豊臣と徳川、ここはもちろん豊臣につく。助太刀する。かたじけない。まずは伊達の家中を完全に上杉家に組み込まなきゃいけない。報告いたします。そろそろ感情も与えて、しっかりと家臣の気持ちのつなぎ止めにも入りましょう。この策はいかがでしょうか。
いつもの通り、農業を軍事でいきます。さすがよ金継ぐ、言うことなし。表情を終える。そしたら砲術大砲砲台開放、それか波状椎追加、高速行軍開、高速行軍かな。兵糧を減らしたいからね今は。そうじゃ神前開も入れる。こんなところですかね。ご命令を。でだ、まずは新設、取った城に新設していく。どうしようかな。敵との戦いに備える必要はもう今となってはないので。かしこまりました。もうここは刑事用の騎馬隊を。はっ、承知いたしました。編成するために作っていきましょう。かしこまりました。継続発展は貯水権。でお金がまだまだ余っているので、ここは軍馬を買う。ありがとうございます。鉄砲も買う。ありがとうございました。その上で配属、武将のいないところ、まず寺池城から理不城に武将を移したいよな。寺池城に、あー、そういうこと。待ってね、寺池城はもともと武将がいたところじゃないんで、会津若松から武将を移そう。かしこまった。さらに会津若松から岩出山へ武将を移します。はで、寺池城に入っている武将というのは、もともとは違う場所にいた武将たちなので、なまっちゃいましたけどね。なので、これをしっかりと移します。今出ちゃってはいるので、まずは福島城。ここに、寺池城から、移すでしょ？はっ！で、さらに、米沢城はやっぱり、金継ぐなんですよ。かしこまりました。米沢といえば金継ぐで、まあもともとという意味では小峰城に刑事はで、甘粕を二本松だっけ。甘粕はそうだね、甘粕は二本松。丸森城とかにちょっと武将を移さないと厳しいね。小戸原、春日、この二人を入れておきましょう。はで、武将が少ないところはないかな。二人以上最低欲しいからね、やっぱり。渡り城が一人か。理不城に四人入っている。理不城に四人入っている。まあ、しょうがないね。一旦これで見送ります。まあ、丹沢城を落とせば、伊達の家中が、まあ、いくつか、何人か、採用できると思うので、それでね、また変わってくると思います。さて、なかなか強固な城だな。攻め手は、東西から攻めましょうか。個別陣。かしこまった。で、甘かす隊。これを、かしこまりました。右手から攻めましょう。強行します。使いの者が来たようです。伊達家から交渉。無条件ではないでしょう、無条件は。
ナスとガモが先端を開いた。ここはナスにつきましょう。ことじけなし。まあ兵はね、貸してあげます。好きなところから兵を6ヶ月間使っていいですよという話でいいかなと思います。米沢、福島、丸森ですね。まあここも無条件でいいでしょう。ことじけなし。ここは兵数に報告いたします。物を言わせて先月の終始一気に丹沢城を乗り込む。でその際なんですが、まず兵糧が危ないので兵糧を買いましょう。取引を行いましょう。ありがとうございました。というかもう兵糧買ったらやれることがないな。そうするとやっぱり丹沢城を力攻めで早々に落としましょう。よし、本丸へ突入。もうちょっとだね。あと少しで丹沢城が落とせそうですね。先月の終始です。ご命令を。ではでは、またまた兵糧を買っていきます。取引を行いましょう。かしこまりました。で、今回はね、もうあと半月ほどで伊達との戦い、これが終わるはずなので、まあ全部の金を突っ込まずに半分突っ込みます。はで、ナスとガモーの合戦、この様子確認しておきましょう。ここはナスがガモーの宇都宮城を取ってくれれば、あるいはというところだな。あと太田城が危ないな。間に合わずというところですね。徳川の勢力がでかいでかい。で、徳川の周辺勢力、厳しいけど、徳川との戦いにならざるを得ないですね。まあ、ただ徳川との決戦は避けていきたいので、まあ、最上、森、このあたりが、まあ、徳川とやっぱり吉見を通じているというのがありますからね。徳川と同盟を結んでいる各大名、これを見るとどうです？この大名の数。もちろん堀もそうですし、最上もそうだしっていうところで、東北の大名家もこの家康と同盟を結んでいるという状態ですね。どこで敵を食い止めるかですけど、佐竹、有力な佐竹が徳川に屈するということになると厳しいな。持たないか。持たなかったね。佐竹が徳川に食われたか。そうなると小峰城の前田刑事、活躍の場が広がりそうですね。みんな勝ちどきを上げよう。さあ全員雇いましょう。統率103、伊達、政宗、
まあ、客商として迎えるイメージかな。まあ、影勝は早速騎乗させます。で、武将の配置なんですけども、小峰城は前田刑事入ってるのでよしでしょ。で、この後会津若松、ここは影勝が入っていて、菅川だよな。ここの武将を本庄が入っていればここも大丈夫だよね。二本松は甘春隊、甘春が入っていればここも安泰だ。安心して任せられる。福島城は平林、ここに片倉を入れて、岐阜城、岩出山城、岩出山城に政宗かな。まあ、いずれにしても、時間を進めて感情を与えて、しっかりと、家臣たちの、まあ、気持ちをね、入れましょう。で、宇都宮城を取った、那須家が、ガモを飲み込んだ。ちょっと一旦領内の整備を行いましょう。報告いたします。嫡男なのかな、定勝が生まれましたね。表情を始める。この策はいかがでしょうか。表情のメンバーをまず変えよう。政宗よ。まあ、客商ではあるとはいえ、政宗。まあ、さすがの政宗。まあ、でも、兼続の方がやっぱり強いよね。南蛮貿易が使えるんだ。でかいね。結局、政宗はね、南蛮貿易も、まあ、徳川に隠れてやっていたとも言われてますけど、さすがですね。農地拡張が入れられるね。念願の2が入った。じゃあ、次から方針は商業へと変換していきましょう。で、砲術技術を入れ、血を入れておきます。ゲチよ。さあ、では、武将の再配置を含め、戦略の練り直しを行っていきます。北側なんですけど、まあ、早々的に侵入されることはないかなというふうには思うんですが、一応砦を築いておきます。で、他はね、貯水池、漁村、この辺りを作っておきます。かしこまりました。さて、これでよくてだ。問題は武将の配置ですね。各城に強力な武将を入れておきたいので、福島城、丸森城、渡り城はまあそれなりかな、他が入っていれば。岐阜城、岩出山城、寺池城、丹沢城、このあたりだね。まあ、とりあえず、武将入れていきましょう。岐阜城に、政宗。秀宗。この二人を入れる。裏切るなよ、というところかな。さらに武将では、片倉隊を、ではこの岩出山に入れましょうか。承知しました。で、寺池城にも武将を入れます。この辺りまでですかね、武将を勝っておけるのは。これ以上ってなるとちょっと遠すぎて、
なかなか戦場まで到達させるのが難しくなる。かしこまりました。まあそういう懸念が出てきます。で、歩兵も見直しましょう。このままだと出費が多すぎるんでね。岩出山城は、減らす。寺池城も、寺池城のね、大した数いないな、そもそも。そもそもが。岐阜城もちょっとは減らしておきたいよね。かしこまりました。で、前線だよね、前線。かしこまりました。米沢とかももう全然いないもんね。はっ。危ないなっていうぐらいいないからな。かしこまりました。で、兵が集まり次第、徳川討伐の兵をあげましょう。かしこまりました。かしこまりました。こんなところでいかがでしょう。これで兵を集めたら、一旦徳川との開戦に踏み切る。まあ、その流れでいいかな。それにしても、ちょっと、那須家の各城に入れてる兵の少なさ。これ、3つの城合わせても、2000。これだと徳川の大軍勢に当たられたら、ひとたまりもないだろうな。基本的には兵糧に困ってるので、兵糧重視の開発を行ってるんで、この上杉の兵は、まあ、言ってみれば弱兵という部類に多分なるんじゃないかなと思うんですよね。連兵所とかを作っておけば、各部隊のレベルが上がってくるんで、当然強い兵になるんですけど、まあ、現状はそういう状態になっていないので、まあ、どうしても敵よりもね、多い数を集めておくというのが鉄則になるということから、今ね、歩兵をしっかりかけました。で、相対するは徳川です。いや、ちょっと恐ろしいな。今後の展望だけね、確認して、今回じゃあ終わりにしていきましょう。まず徳川軍なんですが、まず、総兵数は20万超えてますね。この時点ですでに20万超えという頭一つ二つと抜きに出ている。で、一方、豊臣、2万ということで、徳川の10分の1。これ、まあ、残念ながら、徳川が豊臣を飲み込むというのは変わらなそうですね。で、一方、毛利、これが8万ということで、おそらくなんですが、まあ、徳川に次ぐ、第二勢力。まあ、ただその兵力差倍あるんですが、まあ、毛利と徳川。これがね、ちょっと大きいところかなというふうに思います。ちなみに島津でもまだ3万足らずというところですね。で、我らが上杉は2万ということで、だいぶ小さいですね。で、北に行って南部。これが1万5000。最上が1万6000という数。で、堀が7000。まあ、堀はね、案外飲み込みやすいのかなと。勇気はしています。で、浅野長政、ここが1万というところですね。なので、やっぱり圧倒的兵力を誇る、その徳川とどう、戦っていくかですかね。まあ、武将の質はね、政宗、加えたことによって一気に上がったと思うんですが、まあ、それでもやっぱり厳しいという状況は変わらずなので、まず徳川と、まあ、組みしているというか、徳川側の東北地方にいる大名。これをちょっと見ておきましょう。では、外交日を見ます。徳川に組みしている東北大名。最上を攻めることはちょっとできないからな。そうなると、結城か。
まあ、結城秀康は家康の、まあ、長男というか次男というか、まあ、秀康が言っているところなので、当然結びつきは強い。で、徳川と直に開戦した場合、おそらく最上、堀、こういったところが手切れになる可能性があるということを考えた場合は、徳川と直接開戦するのではなくて、あくまでも代理戦争的な意味合いを含めて、ここにくさびを打ち込む、結城との攻略。これが、まあ、ありかなというところですかね。それかもう、最上と手切れして最上を一気に飲み込む。さらに、堀、飲み込む。まあ、こういうのもありかなというふうには思います。で、あと外交ですね。外交は、まあ、この先を睨んだ場合、まず南部。金継ぎ、派遣しちゃいましょう。南部と同盟結んでおけば安心かなというところですね。では、この続きはね、また次回プレイしていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんの応援、引き続きよろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。